はい、皆さんこんにちは、エマークでございます。さて今回の動画はですねこちらになります。ジューンからね7月の16日だったかな、発売予定の新商品 WeBuild2 というジンバルのね、レビューをしていきたいなというふうに思います。で、私これまでですね、WeBuild ラボそしてね、WeBuild S のねレビューをしてきたんですけれども、特に WeBuild S に関してはですねかなり細かいところまでね、説明をしました。もうほんとね、取扱説明書代わりに見ていただければ WeBuild S の全てが分かるんじゃないかというところまで詳しく説明した動画を作りました。ということで、やはりですね、ジューンの WeBuild をレビューするんだったらこの A マークだろうということで、今回もねこの WeBuild2 詳しくねレビューしていきたいなというふうに思っております。ただですね、今回はですねこの WeBuild2 のね1から10まで細かいところまで説明するというよりはですね、これまで発売されていた、WeBuild ラボ、特にですねこちら WeBuild S というね、旧機種なんですけれども、まだ最新機種かな、こちらの製品と比較しながら、まあどういう風な進化を遂げたのかというところを中心に今回はレビューをしていきたいと思います。で、今後ねまた時間がありましたらですねこの WeBuild2 のもっともっと詳しいところまでね、レビューをしていきたいなというふうに思っておりますので、まあそちらの方もね楽しみにしていただければいいのかなというふうに思います。で、今回の動画はね、チャプターをね、4つプラス1でね分けさせていただきました。まあ、最初はですね、この WeBuild2 の外観ですね、これをですね WeBuild S とも比較しながらどんな感じに変わったのかというところを見ていきたいと思います。で、残りの3つはですね、WeBuild S から進化したポイント、例えば、手ブレ補正の部分、それからですね、操作性の部分、それからですね、拡張パーツの部分、この辺をね、説明をレビューをしていきたいなというふうに思います。で、最後のね、プラスワンなんですけれども、この WeBuild2 なんですけれどもね、いろんなパッケージが発売されるということなので、じゃあ一体どれがおすすめなのかというところもね、ちょっとだけお話をしていきたいなというふうに思います。というわけで今回はですね、この WeBuild2、じっくりね、レビューしていきたいなというふうに思います。それではね、早速いってみましょう。はい、それではね早速なんですけども、 WeBuild S そして WeBuild2 のね、外観をねちょっと比較しながら見ていきたいと思います。はい、こちらがね、WeebuildS そして WeebuildS2 になっております。大きさ自体はねそんなに変わってないような気がするんですけれども、こちらの WeebuildS がちょっと細身なのに対して、このね WeebuildS2 はちょっと太っちゃった感じがしますね、ちょっとごつくなった感じがします。で、実際にね重量の方もちょっと変わっているので、ちょっとねここで測っていきたいと思いますね。はい、WeebuildS はね 106g となっております。公式にはね 980g ぐらいって書いてあったような気がするんですけども、今ね、バッテリーを搭載した状態で 106g ということになってます。はい、それからですね、こちらが、Weebuild2 となっております。 1488g ということで、Weebuild2 よりもだいたい 400g ぐらいね重くなってますね。で、こちらのね、Weebuild2 なんですけども、バッテリーはね内蔵されておりますので、取り外して充電するということはできないんですけれども、これまでね WeebuildS で対応していなかった USB 充電に対応しました。はい、ハンドル下のここですね、ここに USB-C ケーブルを挿して充電をするということが、ね、できるようになりました。まあ、USB 充電に対応したということで、これまでできなかった給電をしながらの、ね、利用というのにも、ね、対応したということになります。はい、続いてね、操作系なんですけれども、 WeebuildS はですね、まあ、この辺の正面のハンドルグリップのところにね、いろいろ操作系が集約されてました。あとですね、サイドにも操作系のスイッチ類がいくつかあって、あとはね、ここにホイールがね、ついてるというような感じでした。はい、それに対してね、Weebuild2 なんですけども、ハンドル部分にはですね操作系が一切なくなりました。で、その代わりこのね、左側の部分にねいろいろ集約をされているという感じになります。で、 WeebuildS なんですけども、ハンドル部分にね、いろんな操作系が収容されているので、こうやってハンドルをね、握った時にどうしてもね、この辺のジョグダイヤルだとかメニューダイヤルとかっていうのをね触ってしまって、意図しない、ね、動きをすることがあったんですけども、まあ、その辺を、ね、こちら Weebuild2 では解消されたという感じになっていると思います。はい、このように、ね、ハンドルを持った時にこのハンドルグリップのところに何も操作系がないので、誤操作を、ね、することはまずないと思います。
で、あとはですね、操作系がまあこの辺にね、集約をされているんですけれども、だいたいね、すべて親指を伸ばせば手が届く範囲にね、すべてのものがあるので、非常に操作性はね、向上したと思います。ここね、モードセレクターなんですよね。パンフォロー、ロック、それからフォローモードとあります。ウィービル S の場合は、確かね、パンフォローモードとロックモードしかね、切り替えができなかったはずなんですよね。まあそんなわけで、ちょっと親指を伸ばすだけでね、モードを切り替えられるようになったというのはね、めちゃめちゃいいですよね。で、その隣、これね、レックの開始と停止ボタンですね。これね、カメラと USB 接続をすることで、まあアクティブになるものなんですけれども、ここもね、すごく押しやすくなりました。はい、それからですね、これね、めちゃくちゃ使いやすくなったのがね、ここ。このジョイスティックですね。これね、むちゃくちゃ使いやすくなりました。はい、これウィービルSなんですけど、今までここについてたんですよ。これってね、意外と使いづらかったんですけれども、このね、ウィービル2のね、ここのジョイスティックはね、まあ本当にめちゃくちゃ使いやすい。これはね、いいと思います。はい、でこれね、ウィービル S なんですけども、これね、クイックリリースプレートっていうのを採用していたんですね。でこのクイックリリースプレートっていうのが何かっていう と、カメラを取り外して、でまたつけた時にね、バランスが崩れないというような構造になっていたんですけれども、これね、あんまり評判が良くなかったのかちょっとよくわかんないんですけども、これがね、廃止になったみたいですね。僕はね、これすごくいい構造だと思ってたんですけども、まあ一部の人にとってはすごく逆にね、すごく使いづらかったのかなというところで、今回どうもこれが廃止になったみたいですね。こうやってね、簡単に取り付けることができて、はい、こんな感じで取り外しができると。でしかも、バランスが崩れないということでね、まあすごく良かったんですけども、ウィービル2ではね、これがね、廃止になってますね。はい、これね、ウィービル2になってます。ちょっとね、今カメラを載せてますが、ちょっとね、外してみたいと思いますね。よいしょ、はい、こんな感じで外すと。で、さらにまたつけようと思うと、はい、こんな感じで、つけるんですけれども、これね、やっぱりね、バランスが崩れてしまうんで、この前後の調整をどうしてもしないといけなくなるという手間がね、ちょっと増えたと思います。はい、そんなわけでね、ちょっとめんどくさいなというふうに思ったんで、ちょっとね、このプレートのとこに別でね、スモールリグ製のプレートをちょっとつけて対応しようかなというふうに思ってます。ちょっとね、まだそれ手元に届いてないんで、またね、届いたらレビューをしていきたいなというふうに思います。はい、続きましてね、液晶部分ですね。これね、ウィービル S なんですけれども、この辺のコントロールの上にね、ちょっとだけちっちゃい、ね、液晶がついていて、まあここを見ながら各種設定をしていくというような感じだったんですけれども、これね、ウィービル2なんですけれども、なんとですね、バリアングル液晶がつきました。ちょっとね、ギミック発動みたいな感じで出てくるんで、ちょっと見てもらいたいと思います。ここね、こんな感じで、はい、バリアングル液晶が搭載されているという感じになります。ちょっとね、これ角度を変えることもできるようになってますね。こんな感じ、はい、まあこんな感じでね、角度も変えることができるようになっていると。で、この液晶で何をするかというと、まあ各種メニューの設定だったりだとか、あとはですね、ちょっとオプションパーツにはなるんですけれども、なんかトランスミッションモジュールみたいなのをつけると、カメラの映像をここに映して、それを確認しながら撮影をしたりだとか、あとはね、トラッキングみたいなのもね、できるようになってるらしいです。ちょっとね、まだね、その辺の拡張パーツ手に入れてないんで、今のところは使えないんですけれども、まあ今後ですね、それもちょっと試していきたいなというふうに思ってます。はい、それではね、液晶のメニューカテゴリーちょっと見ていきたいと思います。で、左側がカテゴリーとなっていて、右側がその中身となっていますので、まずはカテゴリーの一番上から見ていきましょう。で、中身なんですけれども、一番上がモーターセッティングとなっておりますので、ちょっとね、見てみましょうか。はい、これね、各種モードをここで変更できるようになっておりますね。はい、でその下、バランスチェックというとこなんですけれども、はい、これね、各軸のバランスが正常かどうか見ることができるようになっています。ちょっと例えばロール軸をちょっといじってみましょうか。はいはい、こんな感じでね、ロール軸がなければ、こんな感じで青とかオレンジとかに表示されるという感じになってます。はい、それからその下、アドバンスドフィーチャーズ、ここね、タップしてみます。これはですね、タイムラプスとか、モーションタイムラプスを設定するところですね。はい、で2つ目のカテゴリー、まあ、ここがね、一番重要なんじゃないかなというふうに思います。で、中身の一番上に、パラメーターセッティングと書いてありますが、ここをタップしてみましょう。はい、いろいろありますね、モーターセッティング、スムース、それからフォロースピード、ジョイスティックレスポンシブと、
まあいろいろあるんですけれども、まあ一番上のモーターセッティングですよね。ジンバルはですね、各軸のモーターが載せているカメラレンズに合わせてね、最適化されていないとなかなかね、いい挙動をしてくれないということがありますので、ここでねモーターのセッティングをしていきます。はい、ローミディアムハイカスタマイズとありまして、現在ねミディアムが選択されております。で、一番下のカスタマイズで各軸のモーターの強さをですね個別に設定することもできるようになってますね。で、ウィーブレスではですね、ここにオートチューンというのがありまして、ジンバルがね自動的にモーターの強さをね設定してくれたんですが、ここにはねちょっとないように見えますね。はい、それからねその下のスムースネス、フォロースピード、ジョイスティックレスポンシブ、それからデッドバンドセッティングなんですけれども、この辺はですね、ジンバルの挙動に直結するところなので、まあ自分の好みのセッティングにしていただくのがまあベターなんですけれども、この辺の詳しい話はね別の機会でお話しするか、もしくはですね、ウィービル S のね動画でこの辺詳しく説明しているので、まあちょっとそちらを見てもらえばいいのかなというふうに思います。はい、それからねパラメーターセッティングの下、オートキャリブレーションとありますが、これがねいわゆるオートチューンになります。で、先ほどですねパラメーターセッティングのところのモーターセッティングで一応ねミディアムに設定してあるので、この状態からオートチューンで変えていくという感じにしたいと思います。それではねオートキャリブレーションちょっと実行してみましょう。はい、そうするとですねカメラがちょっと微振動しながら各軸のモーターバランスをとっているというような状態になります。それじゃあねちょっと先ほどのパラメーターセッティングのモーターセッティングを見てみると、先ほどまではねミディアムになっていたんですけれども、カスタマイズっていうところがアクティブになっていて、この載せているカメラレンズに最適なセッティングになっているというような状態です。で、オートキャリブレーションの下がパラメーターリセットということで、まあ、ここはリセットをするという感じですね。はい、それからねカテゴリーの一つ下、コントロールホイールというのがありますが、これはですねここのホイールに何を割り当てるかというところですね。ちょっとね中見てみましょう。ロール、それからアプチャー、これね絞りのことですね。それから ISO、 それからシャッタースピード、それからエレクトリックフォーカス、それからフォローフォーカスモーターコントロール、それからフォローズームモーターコントロールとありますが、エレクトリックフォーカスっていうのは、ソニー製のフォーカスだとこれがね、使えるようです。で、あとね、フォローフォーカスモーターコントロール、それからフォローズームモーターコントロール、この辺はですね、オプションでフォローフォーカスとかを購入した場合に使えるので、この下の3つはね、現状使用することができません。それじゃあね一旦ロールに設定してホイールを回していきたいと思います。はい、こんな感じでね、ロールが回転するという感じになります。それからですねその下の絞り、 ISO、 シャッタースピードはですねカメラとジンバルを USB 接続をすることでカメラ側のね設定を変えることができるようになっています。はい、ISO が変わっているのがわかるでしょうか。このようにホイールを回すことで ISO を変えることができると、こんな感じでねシャッタースピードとかあとは絞りとか、この辺もね変えることができるようになっています。さあ、というわけでですね、ウィービル S と比べてこのウィービル2なんですけれども、操作性の部分においてはですね、格段に、使いやすくなっているんじゃないかなというふうに思います。